はい、ドラキーです。KOF98 アルティメットオンラインマッチ実況やりましょう。では引き続き、頂上決戦8万モードね、ランクバトル押しました。頼んます、先行頼んます。さあ、これプレッサーさん、うわー、先手は取られた。イオリ、パオ、迷う。イオリ、パオか、迷う。イオリ、エイジ、うわー、なんだこれ。ロバート、 UR が来ない。頼ます、 UR 最後に来た。そうですね、パワーストリームかな。いやね、やっぱリュウコ揃うのが怖いんですよね。揃ってないことを祈る。頼ます。お、あ、 UR は俺の選んだテリーだけですね。うわ、防御型いない。やから迷ったんすよね。そうなんすよ、あのね、パオで迷った理由はね、防御型がその先に出るかどうかがわからんじゃないですか。ってなると、ちょっと待って、喋ってる余裕がないですね。手置きます。エイジも先置こうか、こうかな。そうそう、防御型が出るかわからない状況で、あのパオをねスルーするとやっぱ怖いんですよね。なるほど、これはエイジこのままでいいか。エラモンは倒したくないので、パーフェクトは取らない。エイジを誰で倒してくれるかですね。 S マックス、もう減る減る減る、まさかラモン、減る減る減る、マジか。ラモンに呪い入りましたね。うわー、ちょっと待って待って待って、これはちょっとダメですよ。マジで、ウィップはラモンに飛ぶかな、これ。ちょっとやばいな、あかんあかんあかん、やおとめおと、こういきます。八乙女打って、ちょっと待ってよ、あ、これやばいな、もう非常にすでにやばいですね。 S マックスパワーストリームはもちろん2代目、はい。あー、そうか、これ勝手に飛ぶんや。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、これ1分もじゃあナコロに飛びますよね、おそらく。ほら、これはちょっと、マジでやばい、もうミスりまくりっす。あー、パワーストリーム選択できないんですね。そうか、 HP 一番低いもんに飛ぶんですね。2人倒したけど非常にピンチ。チーズルかよ、チーちゃん、マリタイフーンで、これあの、あいつ2代目も溜まってますよね。2代目リュウコランブはイオリに来るんかな。うん、さあどうだ、イオリ耐えるのか。耐えた。ハイディルンは溜まってない。ウィップはやられてしまう。うわー、きつー、きつすぎる。このね、メイリーもね、バネッサも高烈じゃないですか。それがやっぱきついかなって思うっすね。まあでも出すしかないもんな。クリティカル上げるでしょ。ロバート打とうか。クリティカル上げて、あー、そっち行っても倒されへんからな。ほら、これはやばいぞ。うまい、あー、ないか。ハイデルン飛んできますね、イオリに。ファイナルブリンガー、あとバネッサだけなんでね、こっち向こう K ダッシュいますよね。減る減る減る。ヒーローモードになったけど、バネッサ打ったらメイリーたまるかな。怒り回復があるのでね、たまるかな。うん、ただあんまりこれハイデルに飛んだところででしょうね。倒すけど倒せもしない。あかん、新突客。
うん、なんとか、マリーは倒したが、K ダッシュがいる。あー、パワーもおるのか。負けっすわ、もう。そうか、そうか。そうか、そうか。サイコボールアタック。やっぱ壁がいないとね、すごいきつい。極限領域。壁がいないとこういうことになるんですよね。ポン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 こう前列を倒されていくので、やっぱ壁は非常に大事っすよ。もうこういくしかないっすもんね。パワーストリーム打ったところでクリティカル出てくれ。よし、出たが、あー、これは倒したくない。チェーンドライブ打たれますわ。終わった。チェーンドライブ打たれて、ジエンド。あれ、クリスもおるの？クリスもいる？全然、まだまだいるってこと？これは、参りました。ちょっとやっぱ防御型がいなかった分ね。しかもなんか復活されてる。パオか。防御型がいなかった分、もうバチバチにやられましたね。はい、参りました。選択チャレンジね、防御出た時にやっぱね、先読みして取るっていうのもありっすね。今パオとイオリやったけどね、結果的に多分パオ取ったもんが有利やったかなって思いますね。では頂上決戦の8問モードね、引き続きやっていきましょう。ではランクバトル押しました。さあ先行来てください。先行にしか興味がない。先行にしか興味がない。カモン。よし、 PAPIPUP さんですね。パピプップさん。パピプップさん、ね、ザキヤマ取ります。テイかな。 UR は、よし、来た。アーデル来ましたよ。アーデルはクソ強い。これは暴走かな。先行なんでね、ちょっと待ってよ。テリーファーストリームか。暴走行きましょう。さて向こうは、うわー、なんか UR いっぱいおるぞ。え、めっちゃ UR おる。ゼロとゼロゲーニッツ2代目も決めましたね。うん、こっち先行シコン組めるかな。クマ、ヘビ、トラ、カメ、シコンは組めるが、向こう怒り下げはいなかったですね。ギースをね、初っ端出そうかな。ギースかゼロを。ザキヤマちょっと置いとこうかな。そうですね、ゼロちょっと行きましょうか、いきなり。まあ、シコンの硬さもあるのでね。全部スキル出てます。これね、どうしようかな。そうか、全部パーフェクトでええか。なんかカウンター食らいませんでした。何？なんで？暴走が今なんかカウンター食らいましたよ。あ、2代目の効果か、パッシブの。なるほど。お、これは2代目前に出してきてくれてるので、このまま、うん、単体技になるのでね、2代目倒せると思いますよ。よし。で、そうですね、ナコルで倒してテリーにそのまま。ゼロが強い。さすがですね。今スキル見ましたか？めっちゃダメージ入った。うん。ゼロのね、ガード頼みます。頼む！よっしゃ！このもうガードがね、強すぎて、まあこれはガード不動なんでいいんですけど、うん、硬い硬い。よしよしよし。十分です。十分仕事した。まだ生きているしね、ほんで。まだ生きているってことは、こういけるってことやから、そうですね、こういきましょう。レラムツベは撃つ。で、このシャンフェイは、ここで倒したくないですね、やっぱり。生かしておきたいが、ゼロが強すぎて死ぬ。ので、これは、こういこうか。テリー生きてる！
はあ、あと誰がいたかな。あ、クローンゼロね。向こう1体ずつ出してきてますね。あの全滅狙ってるんですよね、向こうも確実に。でもナコルルが今死んでしまったので、あっさりちょっと困ってますよね、多分。ゼロが硬い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 、素晴らしい。ゼロ、ここはもうアーデルハイドでしょうかね。ゼロ単体必殺で、そうですね、アーデルハイド行きましょう。もう多分勝ちましたね。一応ね、念には念をでこうしとかないと。こうか、これあの HP の固定ダメージがあるのでね。あれ、あー、やってもうた、バカですわ。うわー、アホや俺。あのね、前に2体2体出してるので、まあなんとか勝ちましたけど、あの1体じゃないとね固定ダメージならないんですよね。固定じゃない、あの単体必殺の方ですね。そうかそうか、ちょっと危なかったです、計算ミスって。今のよかった。まあアーデルハイドが強すぎたのでね、勝ちました。ファイナルフラッシュが打ってました。ゼロはあれ、ああいう出し方すると必殺変わらないんで要注意ですね。1体だけ出さないとダメです。はい、では、なんとか全滅できました。ご視聴ありがとうございました。